ございます。奈良県代表の大西桃香です。寒くない？今日そんなことない？結局さ、昨日配信終わってゲームしてお酒飲もうかなって思ってたんですけど、そのまんま寝落ちしちゃって、結局そう寝落ちしちゃってで10時頃に起きて、そう、もう今日前髪すごい、10時頃に起きてわっって思って、そっからお風呂入ってお部屋の掃除してなんとなくメイクしてみて今なんですけど、今日ねどっちの目もね調子すっごい悪いの。なんかこっちがねなんか一重になっちゃって、こっちはよくわかんない幅の二重になってしまった。なんでだろう、今日こっち一重なの。そして髪がとっても伸びました。髪の毛がファッサファサ、すごくない？なんか久しぶりにこんな伸びた気がするわ。そうだから昨日寝ちゃったから、そう結局昨日何もせずに寝ちゃったから、それでお酒飲んでたらむくんでたんじゃない？確かに。まあ、どういうこと？そう、でもまあ、とりあえず昨日何も自分にご褒美を あげず、寝たので、まあでも今日もちょっとまあやることあるっちゃあるんですよ、お仕事。でもまあお家でできるやつなので、うん、だから、一旦ねそれは夜するとして、今日は今日はそのお仕事以外何かご褒美をあげようと、今日やっとこの後狩りに出ようと思います。そうやっとです。もう寝ない。でもね今もねまだちょっと眠いんですよ。午前中に起きちゃったのは起きちゃったからさ、結局昼寝もいいなと思いつつ、でもこういう自由がいいんです。そう私にとって、そうでまだお昼ご飯もおにし食べてないので、夕ご飯なんか適当に食べて、やばい眠いわやっぱ。でもいいわね、素敵だわ。うん、素敵な日々。お腹すいた、お腹すいた。太陽光すごいって、そうせっかくだから今やっておこうと思って、このしかも漏れそうな角度でやっておこうと思ったし、そう光漏れしそうでしょ。漏れてる？借りながら配信でもいいんじゃない？やだよやだよ、借りは借り、配信は配信。お、漏れてるって。ほんとこっち今日一重だわ。なんか
顔が違って見える。ほら、なんかいつもの大西じゃないみたい。そうでもない？ほら、目を感覚が、目をね、開く感覚がいつもと違うの。ほら、今日は一重です。なんかね、カパカパしてる。いつもと線が違うから。何があったんだ昨日。これも違う、これも違う。大西の線はどこですか？どっか行っちゃったわ。じきに治るさってね。別に今日誰とも会う予定とかもないので、いいんですけど。ゆっくりしたこの時間とは、お休みの日にしかこの時間できないでしょう。西、いい配信でしょ。今日前髪もさ、ここがさ割れるのよ。どうしたの今日。髪の毛切りに行きたい。髪の毛切りに行けばよかったかな今日。でももう今日は動けない今日はもう動けない今度でいいや。髪の毛切りに行くな。寒いって思って見るじゃん。ほんならね、 21.3 度とかなの。そこまで寒くないはずなのに足が冷たい。あれ箱かな。ここにね、プレゼントの山があるんですけど、あ、そう、ここ。プレゼントでさ、もらったスリッパがあるの。あ、これはこうかな。足が冷たい。可愛くない？見て、桃。今日の前髪本当どうしたんだろう。可愛いよね。ちょっと開封させていただいた。あ、あたけ。あ、やばい。あ、いけた。あたけ。あ、あたけです。とっても。あ、こりゃええわ。これ箱。どうしたの前髪本当に。今日言うこと聞かないね。どうしたの前髪。おお、これギュギュギュ。なんか。なんか止めるもんないかね。髪の毛を止めるゴムとかがないんだよ。なんかすごい今日めっちゃラブリーだわ。大西、これもファンの方からもらったやつ。一旦見えないところで止めとこう。よし。やっぱ一重だな。ラブリー担当でしょ。今日はなんかすごいラブリーだわ。可愛くない？これもファンの方からいただいた。
愛。すんごいすんごい視界にあるよ。すんごい視界にピン止めがある。せい。よし。前髪いらない日かもしれない。あ、視界が良好だわ。今日めっちゃ女の子じゃん。やばい、眠くなってきちゃった。寝てもええでって。そう、今日大西はその一個のお仕事を終えたらあとは何をしてもいい日なの。そうなんです。自由って最高って。そう、自由って最高。本当に。みんなは今何してるの。今日何曜日だって。今日月曜日でしょ。お酒飲んだなって。飲んでないのよ結局。寝落ちしたのよ。寝落ち。そう、何もせず寝落ちしちゃったの。仕事やって、あ、午後休みです。仕事中休憩、お休み、仕事中、仕事中。みんな仕事してんじゃない。偉いわね。お、このあと君仙大仙集落見に、あ、行くの？お、楽しんでくれ、楽しんでくれ。配信もあるからね、ぜひぜひ。よかったら配信でも、今日の昨日のアーカイブもあるし、今日もお昼公演も終わっちゃったかな。12時、ちょうど終わったぐらいかしら。次の大仙集落も配信あるので、よかったら見てください。ドボンライブ行きたかったって。あら。ね、ドボンのね、ライブ今日でしょ、多分。ね、当たんなかったの？チケット。残念。ドボンしよう、西も。あれ、当日券あるよって。ドボンライブ？当日券あるんだって。え、行けなくなっちゃったのか。自分の予定で行けなくなっちゃったってことか。ドボンライブ遊びに行ってきな。すごい、みんな平日やもんなって。も確かにね、月曜日、月曜だもんね。ダメだ、眠い。この時間帯って眠くなるのかね。今夜から寒くなるよって。マジで？もう寒いよ。これ以上寒くなっちゃうの？家にいたら眠くなる時間かもね。確かに。
確かにそうかも。お家にいるから眠いんだ。明日雨だからねって。マジか、明日雨なんだ。最近晴れてたのにね。お昼ご飯食べたって。食べてないの。わりかし起きてからだいぶ時間経ってるんだけどね。なんかぼーっとしてた。スタバの紫芋フラペチーノはって。ねえ飲みたい。あれだいぶ甘いかな。飲んだもうみんな。紫芋フラペチーノ飲んだって。美味しかった？甘いらしいって。甘いのか。まあフラペチーノって甘いけどさ、あの大体ね。でもなんか甘々とかだったらね。あでもあ普通にフラペチーノの甘さ。あ本当に美味しかったけど甘いよって。あマジか。甘いか。でもねありがたいことに、なんかそれこそ昨日とか見に来てくれた、それこそはるちゃん、あのこみさん、はるちゃんとか、そう、萌ちゃんって、二次婚の萌ちゃんって子とかがそう見に来てくれた時に LINE で、今その差し入れとかができないからあれなんですけど、だから代わりに LINE でって言って、そうあのスタバのチケットをくれたりして、今その何枚か持ってるのでスタバのチケット、そう、それを使って紫芋デビューしようかな。会えてないのって。会えてない。今ダメだからね面会。今っていうか大西はずっと面会がダメな時代を生きてきているんですけど、カラクリサーカスぐらいじゃないかな面会できてたの。うん、まだその辺厳しいんだねって。そうね、ずっとそうだって。一人がなっちゃうともう止まっちゃうからね公演自体が。うん、だからほんとずっと本番中とか写真撮る時以外ずっとマスクしてるしみたいな。うん、まあね、感想は聞けたって。そう、感想とともに送ってくれたそのスタバのチケット、嬉しい、優しい、ほんとかっこよかったって言ってくれて、うん、やっぱお昼って面白いコメント多いよね。お昼に配信すると面白いコメントが多いっていつも思う。ね、でも久しぶりこの時間帯に。レッスン場とかやったらさあったけどさ、この時間帯にお家から配信するのが久しぶりで、なんか嬉しい。
眠くなってきた、寝ようかな。寝ようかな。寝ます、ちょっと寝ます。あ、体痛い、ちょっと誰かマッサージしに来てくれ。なんか痛い、痛いな。よし、でもさ、左は大西そんなんやねんけどさ、右のさ腕の二の腕のここなんていう筋肉、ここってここが上腕二頭筋っていうの、ここ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 なんていう筋肉、ここがさいつもその剣を振るたびにめっちゃ筋肉痛になってた場所なの。今ねここほんとカッチカチ、マジでおもろいぐらいね、ここの筋肉発達したこの期間で、三角筋っていうの、そう、こことあとここよ、大西が太鼓の達人で鍛えられたと言っているここの筋肉もなんですけど、そうカッチカチになったね、普段使わないとこ使ったんだろうなと思うけど、こんな急激に発達すると思ってなかった。そんな感じで、ちょっとこの後はのんびりタイムしていきたいと思います。すまんな、みんなお仕事なのに、みんながお仕事してる中大西がちょっとのんびりするのはちょっとなんか申し訳ないなっていう気持ちもありつつもありつつもちょっと今日はね、もうあの自由な時間を過ごさせていただこうと思っておりますので、ちょっとのんびりしてきますわ。ありがとうございます、すいませんね、ちょっとみんなもう休憩中っていう方もたくさんいらっしゃって、すいませんね、ごめんなさい。さあ今から何してやろうか。ちょっとテンション上がったら眠気覚めてきたわ、もう半しようかな。じゃあちょっとランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が1位アットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がバースデーガールゆりえさん、ありがとうございます、イエイ、おめでとう、ハッピーバースデー。そして4位が島猫ちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がよっちゃんとゆう、ももち大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がじゅんぺいさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が翼さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がパーさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がおまめさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がリカピアットマーク大西軍さん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということでですね、
本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、おやすみなさいおやすみなさい。失礼いたしました。おやすみなさい